こんにちは、ナルバント TV です。台湾のニュースをお伝えします。2023年の訪台外国人旅客数目標600万人を達成。交通部が目標にしていた2023年の訪台外国人旅客数600万人が12月15日に達成されました。シンガポールから訪台した一家が600万人目の訪台に認定され、10万台湾元相当のプレゼントの詰め合わせや4人分の往復航空券が贈呈されました。訪台外国人旅客数の中で香港、マカオが114万人と最も多く、日本が85万人、韓国が69万人となっています。交通部の王部長は来年の目標を1200万人に設定すると述べています。台北101の年越し花火、今年のテーマはカラフルワールド。行政院の鄭副院長が台北101年越し花火の記者会見に出席し、今年はカラフルワールドをテーマに300秒間で約1万6000発の花火を打ち上げると発表しました。また日本の色彩花火が初めて使用されます。台北101の張東次長は今年のテーマカラフルワールドについて、台湾の文化の多様さと人類の色彩豊かで希望に満ちた24年の到来を象徴するものだと述べています。台北市写真スポットの祈願、ゾービーは花が崩落。新北市霊帆区にある波の浸食と風化によって象の花のように形成された岩、ゾービー岩が12月16日花部分が崩落しました。ゾービー岩はインスタ映えスポットとして観光客にも人気の場所でした。交通部観光所が YouTube で2019年に投稿した動画では、1500年以上をかけて形成されたものであり、あと1000年は崩壊しないと紹介されていました。同様に波の浸食と風化で形成された岩として、有名なイエリョー地質公園にあるクイーンズヘッドも浸食風化が進んでおり、崩壊が危惧されています。以上、ナルワントニュースでした。